回のハコンバンチは、ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。戦士防衛、初手は相手のアピールを無駄にしていくスタイル。ブラキッマジック、あ、これ何言っても仕方ねえからスルーするわ。今あの状態で奴を倒しきっ、一番嫌な技だぜ。ミスミス食らってんじゃねえ。下スマ食う下できっちりに発動をされてしまったわ。まずい、ここ最低限に抑えていけ。しまっと、完全に読まれてたんだよな。お助けください。魔王様のパチパチホールリオン、やったぜー。アホクサーガノンミラーあるあるゲッツイ。あの絶妙に受け身が取りにくい距離感大好き。逆にやられたらブチギレてるだろうね。ポン、俺の負け。もう余裕ないぞ。戦士ボ、まあたわるい手が出てるぜ。中距離だとついてちゃうのよねー。ほれー、惨敗。ついに DA 届いてなかったわ。あの終盤でやることじゃなかったね。せーの、やったぜ。開始して5秒でメテオってなんか出てきたぜ。電撃が止まらねえ。信じに死ぬ思いでも。めっちゃ魔球使い慣れてるな。上に浮くから要注意だぜ。スラッて止まらねえな。これ何のまだストック有利は変わらないわ。完全に魔球で詰められてて笑う。あれだけで20パープラスを負けのコンボ食らうの痛すぎる。でも負けてらんないのよ。残念だ、ただいに阻まれた。最初の流れはどこへやらボコボコだぜ。チャンス、ゴッドハンド、キャッシャー、最高にダサすぎる。あのワンちゃんを全力でもぎ取るしかなかった。外にずれるからだぜ。で次は体力正解。魔王はきっと技能ならず火力も高いところを見せるとき圧縮とは取られたか。問題ない。こんな小娘魔王熱を押し付け、熱を押し付け。まあ別に時間稼げるしいいんじゃねえの。私のアシストが頼りなさすぎる。一瞬でやっつくされそうだぜ。何しに来たんやこのワニさんは。全く役に立たないの笑う。もうストック関係ないからとにかく差を縮めるしかないわ。またアシストが、ドラゴンばっかじゃねえか。アシストかけさに救おう。ならこのボンバーで突き飛ばして、おかわり対戦でもう引き出たず。5000ぐらいしてくれてありがとうなんだぜ。開幕痛すぎるんだか。お前がいきなり劣っぱなしてるからだろ。お相手さん試合前よろしく挨拶するからてっきりするのかと。それでなぜ儀式するとは限らないんだよな。キソシおじさん、お礼、やったか。念のためのダメ押しもう一発。もったいなさすぎる。リキスト先行をミスでイーブンにした魔王の図、容赦なく投げられててくさ。チソーレー、なんやそれでも魔王かおん。時間かかるだけだし、そもそも強要するのがおかしいんだよな。ジャンプ切れた、今一気に攻めたかったわ。煉獄悪も読めてたのにミスったの痛いぜ。あぶねえ、普通に死んだと思ったわ。ジャッジしてからまた回避して焦ってるのがバレバレなんだよな。しかしなんとか一命は取り留めるおじさん、上空だぜ。よしよし、ステージ上なら全然、okay. あそこ空母上がりとかされなくて助かったぜ。当たるかわからないけどリターンのため受け身、いいぞ。血の点検を回避するおじさん、あれでブレイクするんかい。2発でスマッシュブレイクが言える。通勤タックルはさすがなんですわ。ほれジャンプ潰したぜ。せーの、相変わらず早すぎる。ワンターン読み切れば勝利をつかめるのが魔王ミラーってのがわかるわね。しゃあ、一瞬の隙を突いて最高の一撃をぶち込んだぜ。これができるか。開幕引き起こすのコールドは笑う。あそこで振り抜けなかった当たり儀式をぶち壊すのに迷いがあったと見たわ。そのどうでもいい考察は知らねえけどよ。弱突っ張りで追い詰めて、残念、割とがっつり反撃食らったぜ。ほれー、この裏剣嵐を食らえ。そんな無理やり当てるもんじゃねえだろ。相手もそれ対策にソルト連打してるあたりわかっているわね。危ねえ、一発入れただけで帰ってこれなくなってたからな。間一発ヤクザキックで裁くおじさん。でなんでお前らステージ中央で裏剣振りまくってんだ。一撃与えたら死ぬ。負けてるんだよな。レッツキャンセルが見破られただと。相手が外にいたらとりあえずレッツキャンしてるだろお前。そして発信魔王原告を受け続けていたい。それにとどまっていないぜ。ほれー、キソシおじさん、まあ受け身するよな。さすがここら辺慣れているわね。もう体力残り少ないからな。あ、甘いわ。しかし霊夢も安易にステップ踏むからさ、下スマパなしてから横スマ食ってくるんじゃねえ。
あいつもこいつも横スマ振り下ろしてきておーん。まあお前もここで横スマ入れたからよくわからんがお互い様だろ。本当によくわからないわね。話にならぬ。もうこれ完全に殴り合い全開だぜ。すでに5試合ぐらいこの人と殴り合ってるからガチ部屋の雰囲気ね。今もうなかなかそんなことないからなぁ。だったけ、この試合でしか通じない上スマホールドしやがって。まあ殴り合いミラーあるあるだから多少はね。おれい、まああたれっき総裁仕掛けてたしな。志が同じの魔王は行動も似通るしくねえ。他キャラのミラー対面じゃそんなシンクロするとかないのよ。あかん、だからって脳死で浮きに起き上がるからだぜ。しかしこの雷神超一発がバカにならないのよ。画面端で助かったぜ。これだからステージ中央で戦いなさいってアドバイスがあるのも納得だわ。これは仕方ない。さすがに寿命が来てしまった魔王様。この無敵時間で押し込んでバーストできたら楽だが、チャンス。残念飛びすぎだ。危ねえ。これ、そこすると間に合うんかい。隙を見せない魔王に段構え。じゃあ、決めどころをきっちりグエムで撃墜したぜ。って何お前だけ走りしてんじゃ。まあこんなノリ5試合もやったらいいじゃない的な。せーの。そっからワンターンで決めるの腹立つなこいつ。これは思わずやった私も苦笑い。今日は思考を変えるぞー。うわなんだこいつ急にガノン乱闘か。私は気づいてしまった。ガノン乱闘こそがこのゲームで一番面白いものだと。もうごちゃごちゃしててよくわからんぞこれ。じゃあまあ私に P だからそれだけ見てもらえ。あぶね。しまっ。もうすでに2回死にかけてるの怪しすぎるんだが、タイマンと違いそこら辺どうとでもなるのが魔王乱闘の醍醐味。くらえ、基礎か。二人とも落とされてて笑う。瞬時に手をくねっ復讐する。復讐することに成功したわ。完全魔人剣食らったがレーパーで助かったぜ。よーおー意味でドラオジ振り回してんじゃねえ。なんとか窮地は脱したか。そうあの 3P が大暴れしてるわ。あの人メテオ精度が高すぎるぜ。なんとか私はメテオされずに済んだわ。大上で魔人剣合戦が始まる。ああここ基礎するぜ。いやしっかり阻止したぜ。はかなっきる様は魔王のごとし。ここ3人から同玉乗りを得ることだが、中央にいることは避けなければいけないからね。これ続いてシラガノンも慌てる。追い出したぜ。神明外れ。しかしガノンプレッシャーにより回避を誘発させたわよ。どこまで正解かわからんけどな。まずいぞ。ここ帰れるかが停止を最あかん。無理に崖外魔人剣食らってて笑う。次はタイム制アイテムチャージ切り札ありよう。倒さないといけないから逃げが成立しないし、最後まではチャワチャ戦えるからお祭り向きだぜ。危ねえ。スタマからは何が出てくるか。ここからアイテムでどう変わるか見どころよ。アシストフィギュア出たぜ。キャラガに加えてフィギュアもゲット。レトログに2つは意外一瞬で倒されかねないぜ。まあひとまずギャラガで一体キャッチできたから、ちょうど1人の魔王が点へ連れて行かれたぜ。よーし1ポイントゲットよ。じゃあ今回はえらく調子いいな。そりゃあタイム戦はガンガン攻めに行かないといけないからね。ミサイルが落ちてきてきた。衝突に落ちてくんじゃねえよ。メテオやギャラガンに夢中でロケット撃てないからだぜ。しまった。上島大吉とかのみ投げないからだぜ。いやお相手さんのレバガチャが早いからさ。タヌキ尻尾つけたおじさんが可愛い。ここで隠れた味切り札が溜まってきたぜ。ほらー暗い痛めで切り札ったぜ。よーし1切り札で手堅く取り撃破。中小の 2P を巻き込めばりそうだけどよしとしましょう。次々と切り札に手を決めて。この人権食らってんじゃねえ。あんな切り札と煙玉で見えるわけあるかー。そして台上には2体の切り札だのん。あぶねえ、まだダメージいくって。ウケる。無茶言うな。初めのメテオで取っただけマシと思えよ。でなんでさっき出したやつも落ちてるんだよ。何光栄じゃねえか。そんなのゲット持った 3P だのんが下に避難するぜ。そう RGA が働くわね。ずっと燃料切れで笑う。じゃあしかし 2P 破裂客で倒してレイムのポイントだぜ。よし実質相手の切り札を強消しにしたわね。お相手魔法のつぼったぞ。これであの強力無慈悲な壁も防ぐことができるのだ。それよりカシャンカシャン撃って今おい秒を実績切ったわよ。ドラオジも難なく受け止めるぜ。3人の魔王様魔人剣構えのバラ飛ばされて笑う。何も当たってねえ。命がけで
何これ、なんでタイムアップに合わせて全員飛び込んでんだよ。しかもそれで勝てなかったという現実。とんだ口先男だな。まだガノン乱闘続くぜ。次は強制スクロールステージよ。まあ、あた地獄が始まりそうなステージしてんな。おいユニバのニンテンドーランドも開園されたし、予行演習行くわよ。こんな筋骨隆々なおっさんたちがはびこるところじゃねえ。ほらもう一人親父追加じゃ。まあ、あた半裸で刀振り回すやべえやつだったぜ。ナイス画面外までよく運んでくれたわ。スターリングが出てきたから注意しろよ。あれ絶対当たったら外に投げ飛ばされるやつじゃん。で、たたたた、そこで蜂も大群が襲う。やめろ、ストップストップ、流して流されるんじゃ。危ねえ。しかしここでも蜂が出ませんぜ。そこに無慈悲に襲いかかるドヤ。危ねえ。まず振り回してた人が背後を切られたわね。これはひどい。運転おじさんが横スマ振り回すという世紀末とかしているわ。まあお前も危ないけどな。やめろよ。やられてしまったぜ。やったぜ。ステージの移動に追いつけて泣きて笑う。姑息な手段で得た利益は決して意味残らないものよ。絶対にそれっぽいこと言うなよな。しまった。そこ総裁するんかい。ステージ全体の火力が高すぎて波のアシストが粉砕されるの面白すぎる。下手すると得点稼がれる厄介者になるからな。あかん、これ無理だろ。まあ今のは仕方ない。多分ハンマー避ける宮殿にやられた感じだしな。おい、そうつくと腹立ってきたな。時間差でだんだんムカついてきてんじゃねえ。危ない危ない、待て、助かったね。すかさず無慈悲のドラオジ迎撃が入る。うおー、この混乱に乗じて一気に稼いだるわー。一応一人ヒット。そうなのよ、このネズミはポケモンは無敵だから強いよな。あっしゃー、マルマイン出たぜ。いいものを見つけた。なんでお前らマルマインにこぞって集まってんだよ。全員が全員マルマイン投げることしか考えてなくて笑う。しかも至近距離で集まってるから全員ヒットぶって言うな。危ねえ。しかし投げたのは私だからポイントは荒稼ぎよ。結果1ポイントしか稼いでないんだよな。いやー、待て待て、落ちる。案の定横スマ食らってて笑う。簡単ですか。やっぱレッキネゾーは最強なんやなって。なんでわざわざそれを打つ必要があるんだよ。ガノンオールを兼ねた反撃狩りかしら。一応それ聞くとタクの一つとしてはありな気もするのがっちりだぜ。今のお相手さんナイスウェッキ。ウェディなら死んでたからな。しかし崖展開は続いているのよ。なんだかんだ反撃されてよ。逆転されたな。そのクエヌネ来るんかい。そこ横スマ食らってんじゃねえ。唐突に振り回すのやめてくれます。最悪なんだよな。無理して連続で捕まるか。なんか死ぬ予感したけど、ま人権で助かりました。あ、僕、絶対横スマ食らったとき、メテオで負けると思ったぜ。ま人権という禁断の技がいかにもろ刃の剣であるかがわかるわね。物は異様だな、マジで。おい、そして強化力を叩き出すんですわ。あ、抜けてねえし、なんで抜けねえのよ。ミラーがなんかどこか間抜けな試合になるのはなんでだ。魔王の魅力が2つあったら、そりゃギャラリーは魅了されるで。